よし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 、守るぞ守るぞ。ここはやばすぎでしょこれ。いや、ここでヘリガン、念願のヘリガン出してみた。シャスの中です。今回はこちらのカードポイントをやっていきたいと思います。よしよし、今回はねこの KSP を使っていくんですけれども、強いですよ今回の KSP は。SMG の火力で多分これ超えるものないんじゃないかってぐらいは強いです。はい、そんな感じでね、まあ、途中参加ハーポだけどなかなかいい感じですね。で今回セムテも持ってきたんですよ。セムテックスはね、正直これはね、今回のセムテックス、普通のセムテックスだったら起爆時間結構長い気がするんだけど、今回の結構短いですね。なんかそういう印象ありますねこれは。ああ、ジャケ着てんね。しっかり対策してますね。敵もなかなかしっかり対策してらっしゃるので怖いですねって言いながら、いいね。3点バースの SMG なんだよねこれ。おっ、いいねいいねいいね。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。ここの草のこれ強いですよね。これ強いですよね。危ない危ない。いいね。なんだかんだ連続キル続いてるんでね、これ続けていきたいところ。よしよし。わあ、セントリーでもゲット。いいね。よしよしよし。ちょっと押されてるな中チームですけども、ちょっとここら辺置いて置いて、よしよし。これどうだろうな、いけてるかな。敵がどこに住むんだろうなこれ。ああ、奥かあれ。よし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 。多分ね、あっち側リスポンだったら田中さんのこれ結構効くはずなんですよ。やめなさい。いいね。この草むらからね、サプレッサーがピシ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 打ってるわけですからね。ハーポー、今回のここは青、どうだこれ。ナパームいったっしょ、ナパームいったっしょこれ。いけ、ナパーム燃えてる。いいね。素晴らしい素晴らしい。俺セムテも行くぜな。あ、いいですね。このね、まあ3点バーストなんで結構ね、難しいかと思うんですけど、これ距離がね、SMG の距離だとこう、ミラの食えるんじゃないかぐらいな、火力は出ますねこれは。まあ、正直 AR とかそっちの方での距離はね、遠距離は苦手なんですよやっぱり。そこはもう SMG だからしゃあないんですけど、もうそこら辺はねもう SMG だからしゃあないってところでお任せするでしょ AR に。SMG の距離でうまいことや立ち回ったらさ、あんな感じで、ね、結構ね連続キル取れるので、まあこれはまあ例のごとくやっぱりファスマグで OK ですね。 AR とかでもね基本的に今作はなんかマガジンを増やす意味がないっぽいんだよね多分。バトルは用かなって個人的に思ってるんだけど。いいねいいねいいね。おいしいおいしい。おおいしいおいしいおいしい。おいしい、うめえ。ちょっと待って待って待って。とい、よし。ここも来るなこれ、来るね。あー怖いな、こっちも来てる。よし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 。あ、ハーポ取られてるな地味に。大丈夫か。危ね危ね。ギリギリのところで回復していく。いいね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 。これ、いやーこれエッチだなちょっと。おっ、あー、まあまあまあいいでしょう。一応ナパームまで出てるんで、今回意外とあれいけるかもしんないな楽に。いいね。でもカルテルなんかね、あんまりみんなの中でどうなんだろうな、僕が聞く限りだとちょっと微妙みたいな、そう言ってる人結構いるんだけど、僕結構ここ好きなんですよね。この草がいい感じに、使われてるんでね。ここでグランドをやってたことが懐かしいですね。おっとっと。隠れながらなんだろうな、草むらとかそういうのを生かしながら立ち回るってやっぱ面白いですよね。まあちょっとあそこちょっと B きついな、いいじゃないけど、よしヘリガン行くかいやーヘリガン出しましたねこれ。おいいいぞこれ、もうここでヘリガン出してみたかったんですよ。そうなんですよ、アルファ版出てこなかったからね。これ速攻落とされそうな気もするけど、この人硬いな。よしいいぞ、おーいいねいいね、強いよこれ、これはやばいねこれはやばい、これはやばいぞ。おおやばいやばいやば、ヘリガンが強すぎてこれは笑いが、あえ待って敵映んなくなったんだけど、えこんなことあるの、えなに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 、あここにいるなんかここら辺にいるのか、あいるのか君らコルブラかなんかか、映ってねオッケーいいね、待ってここよし守るぞここはやばすぎでしょこれ。いやここでヘリガン、念願のヘリガン出してみた、いや素晴らしいこれ。うわ強っ、え尋常じゃないねこれ、やばいですよこれ。え待ってこれすっげえ、いやほらワントリが切る、いやワントリが切るってやばないですかこれ。いやー見てしまいましたねワントリガーの脅威。これねワントリガーキルできちゃうんですよねほんと、これはえぐいわ、えげつないわ。ちょっと待って、タレット、タレット置けよお前、ほんとこれだけちょっとね僕はね物申したい。タレット置きなさいよってね、なんかねそうなんだよ、タレット置かないんですよねなんか今作。ちょっともうちょっとねベータ、まだベータなんであれなんですけど、うん正直ベータなんでまあしょうがないっていうところもあるかもしれないんだけど、うわやばこれなんかまたやばい感じあるぞこれはなんか、あこれ別、まあこいつはちょっとまあ別にこいつはそんな脅威でないですねあれはね、正直あれはまあおまけって感じ。僕入れなかったんですよあえて、いやあれ入れるんだったら絶対ナパームとかで回した方がいいなと思って、これ燃えますよ、もう絶対燃えますよこれちょっと燃えてもらいましょうか。あ待って、わいったよっしゃよっしゃやばーこれ、ちょ待って私たちちょっとまだリード20点ぐらいしかリード取ってないんで、ちょっと頑張りましょう。これねトロフィーは置けないけど頼んだぜ。うおい危ない、いやーもうやめていやー強いあ待っておー強い、待って危ない、お注射ができない、あ強いこれよ、もう42まで使ってますからね、もう多分このカスタムがねなかなか強いっぽいですよ。いやーやめてちょっとハーポ今もう4秒なんで正直もうせる必要もない気がしますけど、あセントリー行っちゃったか、まあいいですよ。もう一回はちょっとねおかわりはやっぱダメですね、おかわりはダメ。なんか今更セントリーの利用可能のあれが出てきたんだけど、おいしいやばこれ化け物だわマジで、これはねいけない、うわいけないですよ本当に、もうこれはえげつねえなこれ本当に。いややばい、よだれが出ちゃうよ本当に、お腹空いてきますねだけどどういうことなんだって話ですけど、いいねこれは楽しい。まあこのベータの武器バランスに関して言うとね、まあベータってことでね多少はちょっと皆さんね考慮していただけたらいいかなと思うんですけど、ベータはね基本的にまあちょっとねバースト武器がやっぱぶっ壊れてた、ベータのバースト武器のねぶっ壊れ加減はちょっと異常、やばいですねこれは。やばい本当に、これはいけないですよ、非常にいけないですね。いやーやばいねこれは。ハードポイントって神ルールだった。でもハーポねーって今状況がちょっと読めないというか、出なさいよ。OK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 。多分敵が向こう側リスっぽいな。倉庫リスか。どれだどれだ俺の獲物は。あれか。腰ダメもいけるぞこいつ。いやついよこれ。おー、これはおかしいぞ。いやー今回の楽しいですね。いやこの武器ぶっ壊れすぎてて、ぶっ壊れすぎて楽しいってどうなんだって話ですけど、これ倉庫から来た来た来た、あれ、あいた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 、あーやられた。いやこの距離、この距離強っ。いや語彙力なくなっちゃいますね。あでももうあと5ポイントぐらいで勝っちゃうのか。やべやべ、ちょっとなんかいやー負けた。まあまあこれはヘッショ入ったんでしゃあないということでしょうかね。うーわやば、もう勝っちゃうぞこれ。これ何キル、これ何キル取ったんだ、やばいですね今回は。73キル、73きましたね。いいね今回のこれはね。やっぱべらぼうに強い。SMG の中でもしかすると一番強いんじゃないかって思うくらい、まあ強い。まあ、何よりもサプレッサー今作が、マズルフラッシュ消えたりするのもあって結構使いやすくなりますね。まあ、僕のサプレッサーが反動とかいろいろとね、制御系のやつ入れてるんで使いやすくなったんですよ。いやー皆さん40レベルぐらいまで上げるとね、この最強武器使えるんでね、頑張って上げてみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あワンちゃんちょっと倒したいなあれ。おいあーいいね、圧倒的な火力。あ虹光った、やったー、虹光ったぜこれ。待って、これいつまで続くんだこの、かもしれんけども、おーんおーんって感じですね。おいあーこういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。